法華経という有名なお経の名場面だとの再現だとすると不思議ではないし、それを見るために吹き抜けになっていた。あの吹き抜けもね、日本の伝統建築にはないんで、まあ、あの学者の先生の中にはそういうものはなかったという人もいるんですけど、あの実は安土にはセミナリオっていう教会建築があります。教会建築はあの吹き抜けだらけですから、そういうのを参考にしたと考えれば全然不思議ではないの で信長ってユニークな人だから、前例のない建物を建てても何の不思議もないのでね、はい、まあ、そういうロマンがありますね。もう本当に吹き抜けで、これはなんか拝むとこ、なんか祀ってあるのかなんかいろいろと考えられます。で、あの閉まっている状態でも